諸軍は帝軍山での戦いに勝利、敗れた魏軍は迅速に撤退した。方等は追撃戦とする将らを制すと、すぐさま繁城へ軍を向ける。繁城のある慶州はかねてより危うい均衡の上にあった。劉備が益州を制した際、孫悟は約定通り慶州の返還を要求。しかし劉備から慶州を預かる関羽はそれを拒否。蜀と呉の間に軋轢を生んでいた。そして今、関羽は漢中の戦線と連動し、曹魏が領する繁城を制圧。巨匠を本拠とする曹操の喉元へと刃を押し当てる形となった。この情勢の中、魏と呉の打つ手は何か。予見される流れを断つべく、男たちは繁城へ急ぐ。関羽とその子ら、関作、関公、関銀平は運命を切り開けるか。私のなすべきことを。関作、参る。敵の石膏の間隔が短い。直に本体の行為が始まりますね。城を取らせてから包囲するとは、拙者たちは踊らされてしまったのか。それにこの長雨、敵はきっとこれを使ってくると思う。あっ大丈夫、勝てる。私たちが共に戦うのだから。兄者の志と共に歩む。こうして我が子らの立派に育った姿を見る。乱世に身を置きながら、我が人生の何と満ち足りたことか。どうしました父上。我が子らよ、そなたらの時代、新しき仁の世は目前。いざ、我らの義と武勇、この慶州にほとばしらせようぞ。ああ、よかった。間に合ったようですね。上昇か。なぜこの繁盛へ参った。無論策のためです。この窮地を打ち破るために。空、雨、銀平の言う通り、敵はこれを使うだろう。だが我ら家族が力を尽くすのだ。思うようにはさせない。父上も兄上もいるんだもの、きっと敵なんて簡単に追い返せる。でもどうしてかしら、この雨すごく嫌な気持ちにさせる。城攻めを終えてすぐに防衛戦となる。お前たちには苦労をかけるが、戦働きこそ武人の本懐。我が息子よ、共に戦場に義を示そうぞ。行きましょう、兄上。私たちならこの苦境も乗り越えられます。行くぞ関作。我ら軍神の子、死力を尽くして戦うのみだ。
皆奮戦せよ。兄者の天下のため平州を制するのだ。父上に兄上が奮戦されているのか。私も死力を尽くして戦わなければ。水門はそれがしの明け放った艦敵流に飲み込まれよ。艦雲長一生涯の不覚。やむを得ぬ。艦長は放棄する。皆丁寧に脱出せよ。はい。拙者はここで敵を食い止めます。はい。父上たち、先に脱出してください。出ないぞ、完璧。ゆうぞ、レッグ。レッグ、わかっていたのに。ゆうぞ、俺が来たことは意味がなかったか。冗談。ここで撤退することになるか。ゆうぞ、私にもっと力ねえか。ここは通さぬぞ。この刃にかかって死ね。待ち伏せ。でも負けられない。すごいな、その力。どうやって見つけたんだ。さあ来やがれ。お前なんざ一人でだ。このお分析と私に力を。厳正なる勝負。この先まで行けば戦場を離脱できる。そこまでだ、艦雲よ。お前にはこの繁盛で消えてもらう。俺そんな霊を破るとは。ここからは逃げられぬか。私に力を。様を撃つ。天心を奪回する。覚悟せよ、艦雲。ガウドロ、助けに参りましたぞ。こちらからなら脱出できます。今しにできることを。え、私は一度行くぞ。
死と抵抗が絶空間探索武士は我が誉れよ いつも偉そうにしやがって飼うその首俺たちがいただくもうお前の下でなんかやってられるか今こそこれまでの俺を払ってやる彼は父上を裏切ったなら打ち倒すしかない烈風猛襲じゃし連盟帝軍山から援軍が到着した模様です繁盛に来たわよ猛襲じゃしやれやれこんな状況になっているとは改装していると俺たちは来るのが遅かったか敵軍備の攻めをしたもままならんこのまま貫中に向かう皆生きよ気力を振り絞るのだ地位兄上すごい町の女性がほっとかないのに言うぞでっかいたったはいその力、どうやって身につけたんだい？探索武士は我が誉れよ何という武勇敵将、私が討ち取った貴様だけはこの俺が倒す お前が相手だ。いいだろう。私にかけるつもりか。私にできることを。宗主公今は刃となり貴公らを討つ我が村のため罰を切り開くいざ反王朝渡り通る負けるわけにはいかない父上たちの道を切り開く望みとまらば容赦せぬぞ負けるわけにはいかない私に力を俺回転客
か。行くぞ烈空拳、烈風猛襲かし、行くぞ。はい、ここまでだ。貴様の首、この慶州よりも大きな意味を持つ。父上、父上、ここは私が。すまぬ。観測。別れは済ませた。はい。兄者にすまぬと。はい。父上、待って。銀兵、強く生きよ。行け、我が子らよ。なんと満ち足りた顔よ。魂は時代へとつながれたか。つくづく見事なり、軍神。蜀軍は繁盛の死地を乗り越えた。しかし勝敗よりも大きなものを失う。軍神乙、希代の英傑関雲長は繁盛に散った。その背景には慶州と関羽をめぐる義語の思惑があった。関羽の北進を恐れる葬儀は慶州を報酬に呉に共闘を要請。慶州を蜀が領していることを不服とする孫悟はこれを了承。蜀との盟を破り、関羽を討つべく慶州へと進攻したのである。かくして関羽は倒れ、魏は一時の安寧を、孫悟は慶州を得た。乱世における三国の定立、その均衡はあまりにも危うい。それぞれの思惑を乗せ、天下はこれからも揺れ続ける。そして今、生徒の劉備に秘宝がもたらされる。お前たち、雲長、雲長はどうした。父は殿に、兄者にすまぬと。おお、雲長。伝令。今はお聞きよ。張飛軍の調達ら離反、張飛殿を手にかけ呉に下りました。なんと、欲得まで。
これらはすべて孫悟の策によるものでしょう。もはや将校殿、すまない。そなたに辛い思いをさせてしまう。だが私はやらねばならない。孫悟、葬儀を打ち陣の世を築く。それが我が兄弟たちへの手向けだ。